第106回全国高校野球選手権北北海道大会旭川地区予選 A ブロック2回戦旭川実9-0旭川南イコール7回コールド26日旭川スタルヒン14年ぶりの夏の甲子園出場を目指す旭川実が7回コールド勝ちで代表決定戦進出を決めた ロッテ、田中風紀投手の弟で、プロ注目のエース右腕、田中龍馬、3年、が6回15奪三振。一度も出塁を許さない完全投球を夏初戦で披露した。5月の春季北海道大会で自己最速の151キロをマークした右腕は、2回1死から11もの連続三振を奪うなど、5回までに 13K。 6回にも2三振を奪い、完全投球でマウンドを降りた。